っていうふうに、まあ、ある意味で広い意味で譲り合いをしていただけると全体の事態が収まっていくんじゃないかと思うんですね。今はとにかく道路を車が占拠しているという状態ですよね、まあ、金曜日じゃありませんけれども仕事をしている人の方がむしろこれは居場所があってそうですからそういう人こそそれはもう職場に留まっていただいてこういう発想でしょうか ね、はい、あとはやっぱりそのせっかくバスに規制というかルールが作れると随分スムーズに動き出すんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあ、明日土曜日ということもありますのであるいはその明日お休みという方などは、はい、特に若い方などはですね、はい、その無理してその家に向かわず